では行きましょうか。さらに探偵パートは続く模様ですと。さあどこ行くか。どこやどこや。あーここか。あーよし、もうここでペンキのことについて確認する感じかな、キリオさんに。あらいらっしゃいお嬢ちゃん、こんにちは。サイコロックに関してがそこに関係してると見ていいよね、おそらく。あの、私この壺を調べていました。あら、そうだったの。改めてこの壺をよく見てみると、この部屋にその謎を解く手がかりがありそうだな。あるよね。よしよし、調べよう。もう一度よく調べてみようよ。そっか、こいつサイコロック一番最初本物であるという理由はみたいなこと言ってたから、そっか、今ちょっと待ってくださいよ。来た、本物と判明って出てるから、これでとりあえずあそこ最初のサイコロック破れるんやな。オッケー、よし、わかった。で、あとはこれや。この箱ちょっと気になるんだよな。てか、ガンガン気になるよね。これにもピンクのペンキがついていますね。やっぱりクラインの壺についてるのと同じ色だよ。このペンキがどこでついたかわかるような気がするな。はい、そこをもう一度調べてみようよ。クラインの壺がしまってあった木箱、ピンクのペンキが付着してある。はい、そしてここですよ。見た感じ乾いてから数日は経ってるみたいだ。このペンキの後も何かと謎が多いよね。さあここですね、左下が欠けていると。もしかしてこの欠けている部分は。そうだろうね、きっとこいつだねと。壺をしまっておいた箱、サイコロックから考えてやらかしたのはキリオさんか。この箱にも少しペンキがついてるだろ。いや本当だ、ほらほら、合わせる合わせる。ただボロボロの壺のありかが全くわからん。いかがですか。なるほどくん、思った通りだよ。ぴったりだ。よし、完全に乾ききっている欠けている部分が壺の入っていた箱と合致。よし、そろそろ見えてきたな、壺の謎の答えが。ねえ、そうやね。そしてそのね、気になるのはね、やっぱりこれですよね。これですよね。まだらの壺にはくれぐれもご用心を、ですよね。だからこの10日前時点においてすでにまだらになっていたってことなんですよね。でもっと言うと、さらに先、あの割れた本物に関してがどこ行ったかも全然わからないんですよね。全く意味がわからないですね、ここ、まあ、これはだからキリオさんのサイコロックではっきりしてくると思いますので、いきます、ぶち込みます。さあここではっきりさせてもらいましょうか。クラインの壺ね、まあ、まずは一番最初はあれやね、何かって何ですか。私責任者として今日法廷で提出されたクラインの壺は以前のものと明らかに違うんですよ。そうよ、もしかしたらその壺偽物じゃないかしら。私も最初はそう思ってたんです。だから証拠が足りなかった。だってそう考える方が自然でしょう。それとも本物だという証拠でもよくわからなかったんですが、ここではっきりしました。まさかこれが本物と鑑定されるとは思わなかったですけど、行こう。残念ながらこの壺は本物です。はるみちゃんがクラインの里に持ち帰って調べてくれました。そうなんですか、それならいいんですけど、どうやらこの壺また割れたみたいですね。は？は？そっちか。あ、そっちか。そういうことか。本物は本物やけど2個あったとかそういうことじゃなくて、直したんやな。直してくれたんですね、あなたが。また1年前に言われたことがあったんですよ。そしてどうやら同じことが起こった。大人が今回は直したのか、手先が器用なあなたが最近その壺が割れたというんですか。はい、どうしてわかるんですか、この壺が最近割れたなんて。ポスターでいいかな。だってもう、もともと見てくださいよ、もともとの見てくださいよ。これやで。なるほど、絶対これやったという鑑定をされたってことや。じゃあもう答えは一つしかないよね。そういうことですね。はい、このポスター最近作ったんですよね。ポスター、あ、これは
ここに運ばれてくるまで壺には子供と書かれていた。しかし今はなぜか京子と書かれている。壺が割れて修理するとき取り違えてしまったからです。よっしゃ来た。子供なんて私知りませんでした。このポスターの撮影には立ち会わなかったものですから。なるほど、それは失敗でしたね。じゃあ話してください。箱に入ったまま割っちゃったんやね。あ、ま、待ってください。何ですか。壺が割れたからといって私には関係ありません。え、そうです、きっと写真を撮影したスタッフの誰かがつるっと落としちゃったんです。そうに決まってます。やれやれ、まだロックは残っているからな。壺がこの高菱屋で割れたっていう証拠はあるんですか。いや、まあペンキかな。要はまあ壺についてるからね。同じものがついちゃってますから。どういうことですか。この壺にはピンクのペンキがついています。そして壺が入っていたこの箱にも同じのがついてます。どう見ても同じペンキですよね。だから何ですか。壺は箱ごと落とされた。そして同時にペンキがついた。ここまではいいですか。はい、それでは話は簡単です。この箱が落とされたのがここ高菱屋の地下倉庫である。それが証明できれば壺もここで割れたことになる。そんな証拠あるんですか。その箱がこの倉庫で落とされたっていう証拠が、後か。はい、もう分かってるんじゃないですか。さっきはずっと見えてましたしね、ずっと最前からね。はい、まあ薄々は。ですよね。地下倉庫の壁と床にも派手にペンキがぶちまけられていた。あのペンキ端の部分が少し欠けていますね。ええ、この箱をそこに当てるとペンキの跡とぴったり合いました。つまりこの箱はあそこで落とされた。そしてその時中に入っていた壺も割れたんです。さすが、なるほどさん、愛割れた、あざすー。で、いろいろペンキがついたから完成させた時にまだらになっちゃったと。ごめんなさい、壺を割ってしまったのは私です。なんか小学校の先生にでもなった気分だな。私最低の女ですね、自分の失敗を隠そうなんて。そんなことね、ねえハミちゃん、もうそれは私分かりますとも。そうやで、はるみちゃんはだってそもそもそれやらかしてるから、同じことを。あれは2週間ほど前のことです。ほう、ポスター用の撮影が終わって壺がこちらへ着いた日のこと。倉庫にしまうつもりで箱を持ってここへ降りてきた時、ペンキごとやらかしたのか。ペンキの缶につまずいて派手にひっくり返した。その拍子に持っていた箱を落としちゃったんです。もうおっちょこちょいやな、もうとても嫌な音がして私の毛が引きました。そして恐る恐る蓋を開けたその瞬間、あらららららら、ら箱の隙間から壺のかけらがザラザラとペンキの上に。私もうそっと押するわ、こんなもん。絶叫しちゃいました。映ってる、優作君が映ってる。ありそうな話ですよね。まあ迷いちゃんやったらね。クライの里の一番大事な秘宝と聞いていたものですから、私必死になって修理しました。幸いかけらは大きかったし、もう元々まあいいっすよ、もう別にあの京子さんの魂ももどっか行ってるし、もう元々いいっすけど、もうよ、むしろ良くなったとも言えるけど、幸いかけらは大きかったし。そこでどうして子供が京子になっちゃったんですか。私元の文字を知らなかったんです。ごく普通に修理したら京子になったのですけど。そうやね、パズルとしてやったら京子になったんですよ。そうそう、はるみちゃんがあまりにも不器用やっただけなんです。図画工作が苦手って言ってたからな。壺はこっそり倉庫にしまって、それからは誰も見ていません。いやー、それがおかしいのよね、それがおかしいのよね。2週間前気流が割って修理した、以来箱にしまわれ人目に触れずなわけないのよね。お前が書いたのか、なわけない、なんやこれ。でも私たちが最初にここへ来た時、あのペンキの跡はありませんでしたよね。いや、隠してあったのよ。あまりに見苦しかったものですから、あの黄金像を使って隠しておいたのです。あやさと今日この像か。僕たちが初めてここへ来たのはクラインの壺が盗まれた夜だった。あの時倉庫の壁や床にペンキの跡はありませんでした。ちょうどあの日のお昼頃のことだったんです。山奥の霊場からあの黄金像が倉庫に届いたのは。ほうそれであの黄金像、ペンキの跡を隠すのにちょうどいい大きさでした。
だから私あの場所へ置いておいたんです。なるほど、そりゃ置きますよね。いや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 、でも私少しおかしいと思います。ん？何かしら？壺が盗まれた次の日またここへ来たのですけれど、その時は象は動いていてペンキの跡が見えました。確かにそうだった。うん、いかがですかキリオさん。え、わ、私ですか？そんな知りません。ペンキを隠すために置いたのに動かすわけないじゃないですか。じゃあ誰かが動かした？誰がそんなことを？事件の前日、象は確かに扉の近くにあった。しかし何らかの理由で動いた。その翌日象は動かされていた。一体なぜ？まあ剣はね、殴る工作をしたっていうことで、まあ分からなくもないですけど、象を動かす必要っていうのはまあ本来ないっすよね。まあ欲しいだけアイガにはないっすよね。その夜動かされたような何かしらの理由があったってことですよね。か、もしくはなんか動いたか、なんかその当たったとか。どうやらクラインの壺と例の殺人事件何か関係があるみたいだな。と、どうして？なるほどくん。あの晩本物の怪人天杉優作は警備警備にいた。それならなぜここにもう一人の仮面マスクが現れたか。いろいろなことがある事実を指し示している。ある事実。明日殺人事件の裁判、もう一度あの怪人に登場してもらうことになりそうだな。いやー面白そうですね裁判パート。楽しみすぎる。ということで次回。